はい、皆さんこんにちは、スモカシと申します。今回はワイルドスワンズの E のこちらのアイテムのご紹介です。それでは今回もよろしくお願いいたします。今回ご紹介します E のは、手のひらにしっくりとなじむサイズ感、丸みを帯びたコロンとした見た目のミドルサイズの財布になっています。外装にはシェルコードバンのネイビー、内装には脂肪感が美しいエンボス加工されたイングリッシュブライドルレザーが使用されています。ネイビーのシェルコード版は、ご覧のように非常に美しい発色で、色ムラのある独特な雰囲気の味わい深いカラーになっています。セッチの色はご覧のように鮮やかなブルー、コバの色はブラックで、ブラックとブルーの組み合わせが非常にマッチしたアイテムになっています。財布に厚みがある分、コバに定評のあるワイルドスワンズの丁寧な仕事ぶりを堪能することができる仕上がりだと思います。ホックの色はシルバーで、ダブルホック仕様で、開閉の際の質感も非常に良く、開けるたびにホックがいい音を出してくれます。また内装のデザインはご覧の通りで、こちらにカードポケット、上下そして右側からカードを収納することができます。またこちらにはホック付きの小銭入れ、内部に仕切りがついていますので、この部分の裏側にカードを収納することができます。またこちらの小銭入れの裏側にもカードポケットが1箇所ついています。そして紙幣の収納スペースが右側についています。サイズの方は横が 110mm、 縦が 90mm、 厚みが 35mm でして、このサイズで紙幣を20枚、カードを12枚、小銭を15枚ほど収納することが可能です。2つ折り財布よりやや小さめなサイズ感で、メイン財布としても使える十分な収納力を備えています。ではこれから実際の使い勝手の方を見ていきたいと思います。やや大きめのサイズに感じる見た目ですけども、丸みを帯びているデザインになっていますので、非常に手になじむ、握りやすい、持ちやすい財布になっています。あとこういった革の湾曲がお好きな方には非常に好まれるデザインの財布になっています。開閉の方はダブルホックになっています。非常にしっかりとした質感のホックで、開閉の際の質感も抜群です。また意外と慣れるとかなり軽い力で開閉も可能ですので、ダブルホック仕様ですけども、開閉は苦にならないと思います。そして内装にはエンボス加工された傷や汚れに強い革が使用されていますので、そこまで気を使わずガンガン使用することができます。小銭やカードによる傷を気にされる方には、こういう脂肪感のある革を使うことをお勧めいたします。カードはこの部分に5枚ほど収納可能です。特に右側のカードは右利きの場合かなり取り出しやすく、またこのようにカードを少しだけ出した状態で収納していますと、財布を開かずともカードを取り出すことが可能です。小銭入れの裏側のカードポケットには3枚ほどカードを楽々収納することが可能です。
また小銭入れの内部にもこのようにフラップ仕切りがついていますので、ご覧のように手前に小銭を入れた場合、裏側に 2,3 枚ほどカードを収納することが可能です。ですから全部でカードは10枚から12枚ほど収納することができそうで、こちらの上のカードポケットとこの右手のカードポケットが一番使い勝手がいいように感じます。またカードを一番奥まで入れますと、このように綺麗にカードが膨れますので、財布を開いた時カードや紙幣が丸見えにならない構造になっています。小銭入れの方は、ご覧のように2回ホックを開けて使う必要がありますけども、慣れてしまえばかなりスピーディーに開閉を行うことができると思います。実際このようにホックがついていますので、小銭が落下する心配もなく使うことができますし、視認性の良いポケットになっていますので、小銭の使い勝手はかなりいいように感じます。最後に紙幣の収納に関してですけども、2つ折り財布感覚で使える構造になっています。このようにお札を2つ折りで収納でき、大きく開くポケットになっていますので、視認性も良く、かなり使いやすい感じになっています。そして支払いの際には、紙幣を取り出した後、すぐに小銭を取り出すことができる構造になっていますので、現金派の方にもかなり使いやすい財布ではないかと思います。実際使ってみると分かると思いますが、そこまで癖のない使いやすい財布ですので、2つ折り財布感覚で使える財布をお探しの方にお勧めできる財布になっています。今回ご紹介しましたこちらのいいのは別注品になっていまして、現段階でまだ在庫がありますので、お探しの方は概要欄の方にリンクを貼っていますので、早めに購入を検討されてみてください。それでは今回も最後までご視聴ありがとうございました。皆さんのコメントや高評価の方お待ちしております。